誰でもレザーで髪の毛が切れるようになるレザーカット講習会を始めます。まず今回はレザーカットでもの髪に入れるやり方でそのまんま横に入れるやり方、斜めに入れる、縦に入れる、大きく3つのパターンがあるんですけど、今日は横に入れるやり方をやっていきます。で、横に入れるやり方で、この指のこの切りたい長さに対して指1本分ぐらいからこう入れていきます。で、指1本ぐらい入れるやり方をショートストローク、このチャンネル内では指1本から、ロングだと2本分ぐらい入れるやり方をショートストロークということにします。で、2本分から3本分までをミディアム、3本分以上、4本分からそれ以上をロングストロークにします。で、横に入れるやり方、ちょっと一回後ろ切ってみます。で、この切るんですけど、この切りたい長さの指一本分上からその長さまで下ろして切ります。で、まっすぐ頭頭皮に対して丸くまっすぐ切っていく場合は、そのまま切りたい長さが1本分でまっすぐ入れます。で、この横に入れるやり方ではもうほぼこうショートストロークぐらいで入れるのが一番羽に薄くなりすぎない、で、羽にくい長さなんで、だいたいショートストロークでのラインは設定します。素人さんで分かりにくい方とかはいつでもコメントに書いてください。最終的にこのレザーカット講習会終わると動画説明欄に全部まとめたやつを貼っとくので、そちらで合わせて見てみてください。今日は横の入れ方ですね、のショートストロークの入れ方でした。